ooh はい、FM 小座をお聴きの皆さん、こんにちは。お昼11時を回っています。10月19日、旧暦9月15 19日、小座じらばの時間です。沖縄市中央パーカーベニュー入り口、国道330沿いにあります FM 小座のスタジオからお送りします。この番組 沖縄に伝わる音楽芸能の魅力を歌者アーティスト楽器制作者イベント企画者研究者民謡ファンなどなど芸能に関わる方の生の声でお届けしてまいります琉球芸能の知らなかった側面にリスナーの皆様と一緒に出会うことができると嬉しいですさていろんなイベントが目白押しの時期ですが先日私は カジマヤの余興に行ってきたんですけど「小座じらばにこの、ね、今言ったように民謡ファンの方も時々お呼びしてるんですけれどもその中でだいぶ最初の方におばあちゃんに出て,き出てもらったことがあってでどんな歌好きですかみたいなお話聞かせてもらったんですけどその時に来てくださってた奥松つるさんという、ね、おばあさんの97歳のカジマヤのお祝いだったんですよ。 私、たまたま呼ばれて行ったら、この方の <laughs> お祝いだったねすごい嬉しくって、あ、あ昔ゲストに来てくださったあのおばあちゃんだ、元気なんだと思って、本当にね、元気で、あの、普通に座って、あの、余興を全部見て、そして踊り、勝ち足まで踊れるぐらい、元気なんですよ。羨ましいですね。97歳。ね、本当に、 大きいお祝いでしたよ。みんなね、あのいろんな出し物、踊りとか歌とかね、もう盛大にされてました。ね、久しぶりにお顔見れて本当に嬉しかったです。ね、今カシマイの時期なんですかね。あのいろんなとこであると思いますけど、皆さん本当におめでとうございます。 ささてさてこの番組はリスナーの皆さんからのメッセージや曲のリクエストもお待ちしております。メールアドレスは 761‐fmcoza.jp です。またリクエストメッセージ、f m コザのホームページから簡単に送ることもできますので、f m コザで検索してみてください。そして、Ustream ツイキャスで映像と音声もネット配信しています。f m コザのホームページから見てみてください。 はあ、ちょっと今日は暑いですね。今 <laughs>、クーラーを下げながら喋ってましたけど <laughs>、えー、まだクーラーね、この時期、つけるもんですかね。いつもだったらもうちょっと涼しくなってる気もするんですけどね、まだまだ暑い沖縄ですね。はい、それでは今日も始めていきたいと思います。では、先週リクエストいただいてて、かけれなかった曲なんですけど、NUJ さんからのリクエストで。 伊波貞子さんの「二十歳見らび」をお届けします。 伊波貞子さんの二十歳みやらびをお届けしました。小桜は始まっていきます。一旦 c. M. です。c. M. の後はゲストの紹介です。 なすりさあすりねなすりさあすりねこざじらばお送りしておりますさてさて CM 開けましたさあゲストが今日も来てくれているので自己紹介をお願いしましょうかねはいどうぞはいみなさんこんにちはえー、とパリ生まれ パリ育ちのブリカルフローリアンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボンジューボンジューサバ,サバ。サバ。サバ。フランスよ。<laughs> 本物本物。<laughs> はい。今日はね、フランスからあのフランス出,出身のフローリアンなんて呼んだらいいですか？フロ。フロでお願いします。フロ。はい。フロに来ていただいてます。はい、あの以前。 「こだじら」はいろんな人でたいた出ていただいてるんですけど杉田園さんに出ていただいたことがあるんですけどであとあのその関係でそのその子園さんがあのイベントを企画してくれてで歌,歌会なんですけどねでその時に私も出させてもらってで風呂も出てたんですよねそれで出会ったんですよね最初ね。去年 去年の秋です、ね、そうですすねねそうちょうど1年ぐらい前ですね、はいはい。なので私は沖縄に住んでる人なのかなと思ってそしてなんかわからないけど歌が好きな人なのかなみたいな <laughs> そんな感じで思ってたんですけど今日は色々聞いていいいいいろ聞てきたいと思まますす、はい、よししくお願いします結構いっぱいラジオ出てますよね FM コ座もこの前<あ>マーニー・ネーランバンドじゃないか、ね、ラジオに出てましたよね。 あの実はですね、えー、っとリンケンバンドが2年前にフランスに演奏しに行ったのそに、通訳を、はい、あのさせていただいたので、<ー>その関係で勝さんとね、あの友達になって、あ,あとはね、あのもう最近、おかげさまでいろんなあのまあイベントとかにも、ねはい、出させてもらってるんで、うん、その宣伝とかも兼ねて、いろんなところ、ね、回って、よろしくお願いしますという。 はい、よろしくお願いしますってフランス語では言うんですかそういうそういうね、はい、<laughs> なさそうですけどもう本当に日本語流暢ですよねあ,ありがとうございますもう結構長いですよあの日本語は、うん、もう15年ぐらいずっとね勉強しててふん、はい、もう本当にまず最初にそれにびっくりするんですけどなぜ沖縄にいらっしゃるんですかね まあちょっと、あのー、国におられない事情がありまして島流しみたいなもんですねそうなんですかじゃあ,あの <laughs> 来ようと思って来たわけじゃなくみたいな <laughs> 本当かのことを言うとです、ねはい、15年前にたまたま沖縄にあの旅行できて,てですね。て、はい、その時にはいいとこだなと思ってその時から、ねあのー、通ってはいるんですけど、はいうん、今年から、ねあのーまあ、もう一回。 住んで,であの歌とかもね、うん、勉強してまあ、えー、どこまでねあのなんていう勉強できるかはまだ分からないんですけどとりあえずこれからはいあの。 民謡教室とかに通って<ー>。本格的にえじゃあ最初に旅行に来た時は別にただの観光ですか。そうですね。へ<ー>その、あの団体で来ててですね。はい、で、その時に、あのー、どこだったかな、多分沖縄市のどこかの青年会だったと思うんですけど、うん、エイサーの練習、うんうんうん。見に行ったんですけど。で、なんか、まあ、あの、太鼓渡されて、一緒にやろうって言われたんですよ。うん、私はね、太鼓はちょっと。ってか、踊るのがね、苦手で。はいはい でも三章見て、あ、これだったら。やってみたら面白いかもなと思って、買って帰ったんですよね。いい出会いですね。なんか沖縄の方はね、はい、すぐね、はい、一緒にやろうよって言ってくれますよね。そうですよね。これがなかったら、じゃ、ここまでやってないかもしれないですよね。<laughs> まあ、そうですよね。えー、ないですね、えー。すごい。いいですね。<laughs> いや、沖縄の皆さんにお世話になってますよ。 じゃあそれが最初で通っててついに今年から住むようになったということで、はい、へすごいそれでね「歌三振とか先打ち合わせしててもあ本当に好きなんだなっていうのが分かったんですけどいっぱいねもうレパートリーも増やして、うん、そうですよねなんか友達が多いんであの必ずね一緒に何かやりましょうってなるんですね。 もともとこっちの歌を私勉強してたんですけどあの三親屋のあの店長はいまあここのあの五ヤ青年会の字方でもあったんですけどでこのあの比嘉さんというんですけど、はい、からずっと習ってて。

覚えてみたいなっていうのがあってですね。すごい興味津々なんですね。さっきのこの小田寺ラバのオープニングの曲はですね、自分が歌ってるんですけど、<っ>入り表のあのお祭りの時の道中念するときに歌う歌をアレンジしてます。<ー>はい。<laughs> いろんなことにね,いろいろね興味が。<laughs> あはいはい。そうなんですよ。<ー>ね聞いたのをすぐ自分でもやってみたいっていう方ですか？私はそうですよね。ね そんなのもあるんだと思ったらね、とりあえずやってみて、まあ合うかどうかは後でね考えればいいという。ということで今日はね曲もかけながら、あと三芯も持ってきていただいてるので、生演奏もしていきたいですけど、最初どうしましょう。最初から歌ってみます。あ、歌いますか。はい。どうします。一緒にミートブニーでもやりましょうか。はい、やりましょうか。なんかねコンピューターなんか。 やりましょうかってね,ね提案してくださって、ね、<laughs> あんまりね一緒に歌う機会がないので、はい、全く私も練習したことないですけど <laughs> やってみましょうか <laughs> では一曲はいミートブニです出だし何でしたっけだだだだなんかな <laughs> 失礼しました死 <laughs> 刑や 「悲しみ」 よ すぐにでした。<laughs> した <laughs> はいえとねツイキャスに来てますよ。すごい三振うまいと思いませんか、ね。高坊さんが来てますよあ。ありがとうございます。すごいうまいって <laughs> はいね三振すごく温かみがあってね美しいね色ですね。あのこれはですね、はい、ちょ皆さんに見せないといけないんですけど、はいはい、これあるじゃないですか。竿ですか。あのはいこのこの部分これ押したらはい底の部分テープが流れるんですよ。 <laughs> 私が弾いてるわけではありませんので、<laughs> あそうですか。はい、実は謙虚な感じですね、あのー。私今民謡を習ってるんですけど、<laughs> はいはい、そのあの民謡の先生の <laughs> はい。なんかこういうネタうん。あネタも覚えて生き,<で>きながら、ネタも覚ってったらいいよっていうことで。<laughs> <laughs> <laughs> はい、ええー、すごい吸収力ですね。<laughs> 今ね、あの、弾いてる時、ね、見てくださってる方もね、いらっしゃいましたね。ありがとうございます。すね、ますやっぱり好きな人はね、この辺多いですからね。えー、小座のいいところはね、はい、そうですよね。ね。あの、長とかだとね、もう、なんかもう、ごちゃごちゃしすぎて、はいはい、ゆっくり歌を聞いてくれる<ー>。ところが、やっぱり、ちょっと限られてくるんですよね。確かに、忙しい感じ。そうですよね。うん、小座だとね、もう、みんなも。 足止めてくれて聞いてくれるからありがたいですね,ですねこの辺で歌ったらみんな聞いてくれますよねそうですよね、うんうん、音楽の街ですね <laughs> はい。えっ、ー、とあとはシャライ AKB ファンさんゲストさんこんにちいっすヒージャーライフ T シャツに書いてるって <laughs> ヒージャーライフ <laughs> とてもなんかファンシーなヒージャーの絵が描いた T シャツ<の>着ておられます <laughs>、はい、後ろも可愛いですよ <laughs> <ー>はい。ヤギいっぱい なんかヤギがいっぱい。<laughs> いつも T シャツ着てますよね。そうですね。おしゃれ T シャツですね。なこれはもらもらったんですね。<ー>プレゼントしてくれる方が多いんでありがたいですよ、ねうん。でも確かにこの見た目ですごいね色も白くて本当に西洋人の見た目じゃないですか。<laughs> はい、それでねこんなね。 歌三振こんな渋い歌とか歌いだしたらね<ー>みんななんかこうあげたくなりますよね <laughs> 確かに、ね、ありがとうございます <laughs> <laughs> ええすごいこんなもんでいいかと思うのがねいっぱいあるんですけどこれからちょっと勉強していきますので <laughs> ああはいはいはいあのねこのそう勉強中だけどっていうことですよねはいててきあのそうですねなんか なフランスでこういうのやってる人っているんですか沖縄民謡。そうですねあのー、実はですね、まあ、2009年から教室はあったみたいなんですけど<ー>えと私がに、えっと、2013年からあのそれを引き継いでですねであのフランス人の、えーっとまあ、日本語を勉強してる学生ですねに、えー、っとちょっとずつ教えて。 沖縄の三振王楽器はね沖縄の三振組合ってあるじゃないですか三振組合から送って頂いて沖縄からそれを無料で貸し出しして教えてたんですね今はもうその仲間がまだ引き継いでてですね実はこのフランスで一緒にやってた仲間ですね今回国立劇場で30日世界のウチナッツ大会で。 そうですね,ですねその一巻で我らが住むは五大衆っていうタイトルで、うん、その,あの世界各地の三陳教室の,あの発表会みたいなものがあるんですねその時にフランスのメンバーも来てあとはなんかさっきホームページ見てたらカナダとかブラジルとかアメリカとかあとはロンドンももしかして何名か来るんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、すごく楽しみにしてます、うんうん、なんかあの感覚多分生まれ育ったところからこの 全然風土も違うし感覚も違うところで生ま,生まれ育ったと思うんですけどな、うんんででかかれるんですか、ね、何なんですかね私はもうたまたまなんですけどあのまあもともとパンクバンドをやってたんですねで沖縄に来てこのエイサーノートとかミニオを聴いて、うん、まずはこの「 メロディの流れがよくわからない、リズムがわからない、あの数えないじゃないですか、沖縄の場合は。それがすごい不不思議だったんですね。なるほど。あ、やってみたいねと思って、これ勉強になりそうだし。まあ、あの、これがもう理解できるようになれば。あの、またそれが。いろんな音楽にも使えるんじゃないかと、あの、最初は思ったんですね。理解できました。あんまり、もう気にしなくなりました。理解できたっていうよりは。 こんなもんだね。みたいな <laughs> はいはい、はい。確かにあの西洋音楽のあの8拍ずつリピートするみたいな感じで捉えてるとあれ合わないみたいな。そうなりますよ,ねそうそうすよ。<laughs> やっぱりもうちっちゃい時からそういうのばっかり聞いてるとね。うん、あのもう体にね。あの染み込んでるんですよね。はいはい、この8拍子だったりとか6拍子だったりとか。はいはい、かもう。本当にも最初はこの。 歌がどこに行くかとか予測ができないんですよね。うん、自由に歌われると、はい、それが逆にいいんですよね。ああ、なるほど。こういうのが複雑な歌であればあるほど面白いみたいな。そうん、そう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 なんです。あります。はいはいはい。ね<え>。この伸ばしたりするのもこの歌い手次第ですよね。はい、ねどこまでって決まってないみたいな。そのその時の気分でね。ね やっててるのがすごいなと思っっやぱりねそうなんですよ沖縄の、ね、音楽の魅力はねこういう深みが、ねうん、あるところがね魅力ですよね。じゃあちょっと一曲おかけしたいんですけどなんかどんな人が好きですかえっとですね 好きな歌い手はたくさんいるんですけど、はい、あの今年から新しく宮古ミニョをね、あの習ってでいろんな音源を聞いてるうち、はい、あこの人素晴らしい声だなと思ってあの宮国ヨネヨ先生という方なんですけど、はい、実はお会いしたことは多分ないと思うんですよね。はい、で、あのこのアルバムの中からあの衝撃を受けたのがですね、うん、あの通しんどいのを、うん、ちょっと 書いて、はい、あの宮古風に仕立ててるのがあったんですけど、うんうん、多分もうその先生のオリ,オリジナルなんじゃないかと思うんですけど、うん、あの前の山綾久。はい、多分もう皆さん聞いたらあのこの等身どいと似てるところは結構あるんですけど、うんうん、でもね微妙にやっぱり間の取り方が違うんですよね、うん。じゃあちょっと宮古の民謡されてる宮古に米尾さんの前の山綾久を聞いてください。 宮国米雄さんの、前の山のあやぐ、前の、前の山のあやぐ、お届けしました。等身同位と、六兆と、パルメのクイチャーとかが混ざったような。うね、もう、確実に、なんか、最後の盛り上がるところみたいな、<laughs> 感じの歌でしたね。ね <laughs> はい、面白かったです。<laughs> はい。これ覚えてね、いろんな、いろんなね、イベントの最後に。 弾きたいですよね弾きたいですねでも聞いた初めて聞きましたああそうですね、うん、もう本当にねこの先生しか歌ってないみたいなんでうん、うんはい、なるほど、うん、ね都民謡もされてるということですけど今日はゲストにフロリアン名前が長くて覚えられないんですけど <laughs>、はい、<laughs> 自分で言ってもらって、はい、えー、とフロリアン・ブリカールさんに来ていただいてます。はい ふフロフローだけでねフローいいですよフローに来ていただいてます今日はねあの今どんな活動してるかっていうのをお伺いしたいんですけどねあのこの前モーアシビコンサートあったじゃないですかです、ね、日曜日そ,<の>それのなんかプレイ,イベントがちょっと前にあってそれで出たんですよねそのプレイ,イベントに何も知らないで出ていったら <laughs> そのプレイ,イベントで本番の全座を、うん、あのなんていうその全座を決める コンクールみたいな形だったっていうのをねその時に知って<ー>で本当はあのー、その一組だけだったんですけどはい、はい、同点で私とうん、うん、あとはあのー、その妻の,、ね、あの杉田のとあとは前から一緒に三親やってる斎、あのーえー、藤真美ちゃんっていうね、はい、今あの小座で、あのー、ライブバーみたいなのをやってるので。はい ライブバーーででしたっっけ名前えーとコピールワークっていうところですそ、ねうんだ十字路ユニオンのすぐ裏ですね。はい、で3人で出てで,てでプラスあとは一緒に出たのがねあの池原青年会のね地、はい、方さんだったんですけど、はい、こちらなんか急にあれ太抗どうするかって話になって、はい、その池原青年会の島の黒さんっていう方に、はい、もうその場でねあの太お願いして。はい

C. D. でしか聞いてない。先生方がもうね、超大御所ばっかりでしょう。はい、そんな中で前座で、こう同じステージに立つってすごいですよね。うん、はい。すごくありがたいですね。こういう機会がね。はいはい、ねうんうん。で、また、あの、今度二十二日にも。もう土曜日ですよね。迫ってますけど、はい、イベントがあるということで。そうですね。あの、先ほど、その海外でね、山椒をやっている。 人が増えているっていう話をしてたんですけど、はい、実は今回はねあの三振をやっている人で外国出身のね歌者集めてでえー、っと何て言えばいいんですかねなんか結,結局あの海外とか県外に発信してる人たちっていうのをちょっとこう紹介したいなっていうのもあったので。うんうん 今回はです、ねえー、と私とあとはあの、えー、と台湾でサン,シヤサンシーヤをやっている宋建っという人とですねあとは、もう多分皆さん、ね、ご存知かと思うんですけどあの大城クラウディアさんと、はい、あとはルーシーさんですねと4人であのライブをすることになりましたね。うんうん で三振ワールドコネクション・イン・沖縄、はい、世界に広がる三振文化の魅力っていうタイトルではあの実はこのメンバーでねあの私はもうほとんど会ったことがないので、まあ、ルーシーさんちょっとだけ会っ,会ってはいるんですけど一緒に歌ったことがないのですごく楽しみなんですよ歌を聴くのも、うん、一緒に何かをやってみるっていうのも楽しみで,、はい、であとは、まあ、やっぱりその 体験談みたいなのもあの、うん、なんていうんですかねもう三振の魅力海外の人から見た三振の魅力とかそういう話も聞きたいなと思って、うん、それであのト,ークトークコーナーみたいなのもねあの設けてありますはい、はいえー、面白そうじゃこの4人の方の歌三振が聴けてしかもそういうトークも聞けるっていうことですね。はい 今週土曜日22日ですね、はい、会場が6時半、開演が7時半、ライブチャージが3000円、ワンドリンク付き、で会場がですね、えー、っと一番街の、えー、ライブバー MB1 というとこす、ね、すごく近くですね、上間天ぷらのところから入って、ま、はい、っすぐ行って、突き当たりのところがそこなんです。はいはい、にあるんですけど、はい もしね、あの、まあご興味がある方はあのぜひあのお問い合わせいただければと思います。えっと電話番号がですね、ゼロ九ゼロ四七七五八六九一。うん、これ繰り返すんですでしたっけ？フラ,フランス語で言ってください。フランス語。 09047758680かっこいい <laughs> <laughs> 聞いてみたかった <laughs> ちょっと今汗かいた噛ま,まないか心配でした <laughs> では番号ね09047758691番ですはい。ハ発さんですねはい。よろしくお願いしますい面白そうですねうん、これはすごく楽しみなんですよ、うん、あのー んんなことを皆さんおっしゃるのか聞いいてみたいですね演奏ももちろん聞きたいですけど、うん、あの私ブルガリアに一回演奏に行ったことあるんですけど、うん、いろんな田舎で演奏したんですけどすっごいみんな食いついてこの沖縄民謡にあ,あ,あやっぱりやっぱりすごいよねやっぱり素晴らしいよねってまたこの再確認したんですけど、うん、で最近ねあれですねあの三教室ととか行くと まあ講座は違うのかもしれないんですけどあの那覇とかでね三菱教室に行くと沖縄出身者が少ないんですよ。実は私たちが、まあ、のフランスでやってたのもですね沖縄出身の人一人しかいないんですよ。<ー>あとはもう全部あの本土の方とフランス人なのでちょっと沖縄の人たち。 なんか飽きてきてるのかなっていうか,なんかまあ当たり前すぎてあんまり自分からやらないっていうのがもったいないんですよねららいっいもしかした、うん、すごいいい環境なのにいい、うん、なとは思いますけどねそでそれをまあちょっと外国人たちであのアピールしようということでそういう思いも込めてはい、はい、このイベントをねじゃあねこの22日土曜日なのでもうすぐなのでねぜひ時間が空いてる方は行ってみてください、はい はいはい、それじゃあまた一曲かけましょうかもう一曲ねあの「こんなの好きです」っていうのを選んでいただいたんですけど山内聖徳さんの「なあ、はいはい、クニティーマとはいすごい尊敬してる先生なんで、うんまあ、も目標目標といえばこれかなみたいなわかりましたではお聞きください

私ですね、もうみんな自分からはやらない癖はあるんですよ。見に行くものっていう。沖縄との違いはそこですね。沖縄も自分でやって、自分でやるのが文化。向こうではもう見に行くのが文化。うん、そうですねそう。そうですね。あんまり、んていう参加型ではない。 ちょっとわからないんですけど 短めに作るか。三章。昔の三章はちょっとだけ短いんですよ。まあ、もにもよるんですよね。多い、多いのか。そしたら、ちんだみがその分たばこになるんですよク、ね、ニーティーマーと山内し徳さんの歌声でした。いい声でしたね。はあ この曲も聴きながらいろんな話してたんですけどもフランスはやっぱりこの芸術に対してすごい皆さんあの熱いんじゃないかっていう質問をしたんですけどねなんかそうですね一応まあこの文化大国って言われるぐらいね劇場とか ね、あ,のあとはコンサートホールとかそういうのが多いんですけど、うんはい、ただ沖縄とねあの一番の違いというのがですね向こうではあの文化というと見に行くものですね、うん、で沖縄は自分でやってるのが文化うその違いです、ねうんうん、参加型ですよねそうですねそれはもう本当に素晴らしいところですはいね。 思います。これの最初に言ったこのカジマヤの余興もいっぱいあるんですよ。ああ <laughs> 地域の人の踊りとかがいっぱいあるんですよ。<laughs> いいね。そうそう。こうみんながややるステージに立つ、うん、結婚結婚式の余興とかもねいっぱいじゃないですか。ああそうですよね。ねやっぱり自分で何かやりやりたいっていうのが、うん、もう向こうの人たちにもそういう気持ちをねあの持、うん、持ってほしい。 といだから、ねうん、そういう風うじゃないこの芸術とは芸術家がやるもんだみたいな風に育ったんですかね。 フランスとかそうですよね結局なんかあのそのそ芸術教育とかも結局プロ向けがほとんどですよねあの軽くやりましょうっていうのがそんなにないんじゃないかなと思うんですよね,ね例えばねあの音楽とかだとソルフェージュからやるんですよね、うん、ソルフェージュとかそのもう楽譜の読み方とか何調何調とか、うん、まずはもう楽器を触ってとかじゃないんですよねまず勉強から基本のそうなんですようそうしたらやっぱりみんなやめていくっていうこれはもう私は プロになろうと思ってないから、このいいかなってなりますよね。うんうん、それはもう沖縄ではね、もう三振渡されて、はい、一緒にやりましょう。はい、<laughs> じゃあ、なんかこう訓訓子の読み方からね、とか言ってね、そその場での稽古行って、初めてね、もう楽譜渡されて、いきなりどうぞですよね、うん。何もお勉強的なの習った覚えないですね。そうですね。<laughs> 後から自分で調べるみたいな。うん うん、それもね、あの、まあ、いいところも悪いところもあると思うんですけど、うんうん、やっぱりでも、それぐらい、この、なんていう。あの、まあ、最初はね、ハードルが低いというか、もう。とりあえず、一緒にやりましょう、というのが素晴らしいなと。思います、ね、素晴らしいですよね。はい、もう、このまま行ってほしいですね、沖縄はね。うん、で、あともう一個、あの、今日イベントがあるということなんですけど。そうですね、いきなり決まったんですけど、はい、あの、実は、この近くのシアタードーナツで。はい。 あの私が今通ってる、えー、と都民用の研究所にですね、はい、韓国人の方がいてですね、うん、で彼はあの今、えー、っと沖縄のそうですね、うん、沖縄について沖縄の音楽についてドキュメンタリーを作ってそれを韓国のね、はい、あの国宝で流すっていう話なんですけど、はい、今日はあの彼が今撮ってる映像をちょっとこう まとめて短めにまとめて、はいうん、とりあえず今こんなのを作ってますよっていうのを見せるのと、うんはい、あとは彼は実はあの元々歌手なんですよねあ映像作家でもあり歌手でも、はい、<ー>歌手レゲエ歌手だったのかな、はい、で今はもうこのレゲエはとりあえずちょっとこうあの休憩して、うん、今沖縄に三線勉強しに来てるんで<ー>あのその映像を流した後はちょっとした演奏とかもありますよね。<は>彼のオリジナル曲と あとはまあ宮古ミニュもちょっと頑張って一緒にやりましょうという、えー、すごい面白そうそうですよね、まあ、私も,も彼の映像実はまだ見たことないのですごく楽しみにしてますねこの方もぜひお話ししてみたいなじゃあその映像今日今日ですよね今日ですね今日えっ、ー、と7時からって言ってたかなうん シアタードーナツねすぐ近くの FM 小座のすぐ近くの三々丸沿いのゴヤバス停の前ですよねはい、はい、にありますのでぜひ興味のある方は行ってみてください、うん、はいということで今日はもっとしゃべりたいんですけれどもお時間となってしまいました今日はねフローリアン・ブリカールさんに来ていただきましたありがとうございましたじゃあこれからもね沖縄これから住むということなのではい活躍期待してます <laughs> はいありがとうございましたありがとうございました じゃ、一旦 CM です。 FM コザ、コザジラバー,ー、はい、をお送りしてきましたがエンディングです、えーと、イベント情報です、おすすめです、10月23日日曜日、ミュージックタウン音市場にて、音のページェント2016第5回、ニュートゥーマッチが開催されます、恒例になってますね、出演は、林県バンド、前川市兼、中曽根はじめ、村吉茜、ね、ティンクティンク、ガナハセイラ、沖縄市芸能団体競技会、合わせチョンダラ、ソンダエイサーです。 今年は回回じゃなくてでで行われますで私この合わせのチョンダラー芸の方を、えー、特訓させていただいて保存会でね特訓させていただいてまして今回出ます出ますよめっちゃ練習してるんで <laughs> 踊り初めてなんですけど出させていただきますすごいねかっこいいんですよニュートーマッチで私初めてあの合わせのチョンダラという芸を見て わなんだこれかっこいいと思ってでチェックしててなんかたまたま練習場所の近くに行ったのであそういえばと思ってちょっと声かけてみたらなんだか入ることになってあれをテーマに保存会の方に入れてもらいまして練習もいろいろね教えていただいてなんとね初舞台じゃないですか今度。 <laughs> あの字方の方はさせていただいてたんですけど、踊りでは初めてなので、ぜひ見に来てください。無料となっておりますので、もう本当に、で他の、ね、出られる方も超すごいので、ぜひ見に来てください。おすすめです。お問い合わせは、電話番号零九八九三二一九四九までお願いします。皆さん、開けといてください。日曜日四時半、会場五時開演となっております。 はいえー、とあとですねこれはまた次の週なんですけど28日世界ウチ中大会の中の島世界の島くつばバカタヤ大会というのがありましてこちらあの FM コザでも番組されているハンズオンの方々が内チ口の芝居をされるんですけどその中で1曲私も歌わせていただきます。あのハワイのの移民とと沖縄との交流を描いた おお芝居となっております全部しまくつばでされますのでこちらも是非、えー、こちらも無料なので28日パレットクモ字でありますぜひチェックしてくださいそれでは今日の「コザジラバ」この辺で、えー、今日もね面白いお話いろいろな情報ありましたのでねぜひあちょっとなんだっけと思った方は YouTube でも後から見れますので「コザジラバ」で「FM コザコザジラバ」で調べてみてください。 ありがとうございましたフローさんまだいますけど一言喋れますかえい,いきなりですか <laughs> 今もう安心してましたねで、はいえーね、ち,ちょっと抜けてますね完全に、えー、っと <laughs> はい、えー、っと皆さんまああのこれからもねあのいろいろいろんなところで、うん、あの歌いながら勉強していきたいと思いますのではい、はい、あのまあ応援の方もあのあとは あのまあいろいろとねよろしくお願いいたします。教えてくださいいろいろと。まずはうちなぐちからかな。ねうちなぐちでもわかるです。意味分かって歌ってますよね。そうですね。まあちょっとなれ慣れてきましたけどね。ちょっと次はもう会話とかもね。M. C. もうちなぐちでできるようになったらかっこいいな。ですね。はい。はい。じゃあお互い頑張りましょうね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは小桮寺はこの辺で失礼します。聞き手は田辺由紀でした。また来週。